大公園は、大阪府大阪市宮古島久保島町にある、藤田観光によって運営されている、宴会場、結婚式場、レストラン。外観藤田財閥の総帥である、藤田伝三郎が建てた、網島御殿、赤金、御殿などと称された広大な、藤田邸が元となっている。藤田邸の敷地は、伝三郎の死後子息たちにそれぞれ相続されたが、 次男の徳次郎が受け継いだ東帝を中心とする、東部が大公園の直接の母体となった。1945年6月7日の第3回大阪大空襲により藤田帝は、東帝、鉄筋コンクリート作りの倉、多方塔を残して大半が消失。戦後、その敷地は分割されることとなった。藤田帝の中央部は1954年に、 鉄筋コンクリート作りの蔵を本館とし、多方島を要する藤田美術館として開館した。そして、東邸を中心とする東部は、藤田観光が1959年に、東帝を、淀川邸と名称を改めて新たに多数の建物をも建築してオープンした。淀川邸の名称は、初代自民党副総裁、王の万木によって命名されたものである。 正門にかかっている看板も大野による筆である。現在では、日本庭園や淀川邸をはじめとした12の宴会場のほか、多数の結婚式場やレストランを備えている。2021年2月12日、藤田観光は、コロナ禍で業績が悪化し、債務超過寸前にまで陥ったことを受けて、財務体質の改善を図るため、大公園を国内法人に売却し、営業を、 同年6月30日に終了することを取締役会で決定し、売却先の国内法人との間で売却契約を締結したと発表した。売却による特別利益は2021年第1、市販機決算で329億円の見込み。藤田観光のプレスリリースによると、譲渡先の候補が複数あり、最も良い条件を提示した先に対し上。なお、 開校園は営業終了までの間、藤田観光が人着する予定。取得時点では用途は不明だったが、創価学会は取得報道直後の4月18日に開催した本部幹部会で2030年の学会創立100周年記念事業として関西池田記念大行動を建設することを発表し、4月21日付の創価学会期間し、 政教新聞で正式に公表した。現在は、淀川邸と呼ばれている旧藤竹東邸は、1910年に、デンザブローが、次男の徳次郎の住まいとして設計し、デンザブローの死後の1914年に竣工した、御殿である。両亭淀川邸として、全13室で営業を行っている。中でも、藤竹は皆、脳を足しなんでいたこともあって、 書院作りの客間である羽衣の間は15畳寺期3室の建具を外し、畳を上げると、農部隊及び橋掛かりとして使用できる作りとなっており、現在でも引き続いて使用されている。心の地に配された池を中心とした月山式海遊庭園は、約8000平方メートルの敷地内のほぼ半分を占めており、無料で見学ができる。庭園には、東大寺のものであったという、 大きな礎石のほか、石仏や石灯などが展示されている。なお、かつての藤田邸の敷地は、現在中央部が藤田美術館、東部が大公園、南部が大阪市公館、北西部が藤田屋敷跡公園となっている。ありがとうございます。